ペンイコールヤンキー戦争は、アメリカ合衆国中西部における土地紛争。第一回ペンナマイト戦争、第二回ペンナマイト戦争、第三回ペンナマイト戦争と3度にわたって争われた。ヤンキーイコールペン戦争とも呼ばれる。サスケ花川の北支流に沿ったワイオミング渓谷の土地をめぐり、コネチカットとペンシルベニアの間で対立した。ワイオミング渓谷をめぐる、 土地紛争が発端。オランダ人は、サスケ・花川が、ニュー・ネーデルラントとイギリス領バージニアの境界と考えていた。イギリスのチャールズ2世は1662年に、オランダのすべての北アメリカ領土の所有を認めていなかったため、第二次英乱戦争で、イギリスがニュー・アムステルダムを含むニュー・ネーデルラントに侵攻し、割上する2年前だったにもかかわらず、 その土地をコネチカットに与えた。1681年にチャールズ2世は同じ土地をウィリアム・ペンに与えた。両方の植民地は治療にその土地の権利を登録していたため重複が発生していた。17世紀にはサスケハノックの激しい抵抗によりその論争は中に浮いたままだったが、18世紀中頃になると重複した権利が問題になってきた。 トマス・ペインは、自筆の政治パンフレット、コモンセンスの中でこの対立について触れ、新大陸の問題は新大陸政府だけが、決定すべきとの主張の論拠としていた。両植民地は、同じ土地をアメリカンネイティブと契約により買収していた。コネチカットは1754年に入植者を送っていた。コネチカットからのヤンキー入植者は1769年に、 ウィルクスバリの町を建設した。ペンシルベニアのペンナマイトは武装し、排除を試みたが失敗し、第1回ペンナマイト戦争を開始。ただし、戦争と言ってもそれほど激しくなく、第1回にコネチカットの2名、ペンシルベニアの1名が2年間に死亡したのみであった。ペンシルベニアは、借地人2名を通じ講和した。ヤンキーのリーダー、 ジョン・フランクリン軍曹1771年にコネチカットの主張がイギリスを常時賛成に認められ、1773年にコネチカットからの入植者が新しい町を建設し、ウェストモアランドと名付けた。ペンシルベニア人は退居を拒み、1775年12月にペンシルベニアのノーサンバーランドからの武装集団が、 コネチカットの入植地を襲撃したが失敗に終わる。アメリカ独立戦争末期、両植民地の対立は継続していたが、1782年に合衆国議会は王の決定を覆しペンシルベニアの主張を認めた。いずれにしても、連合規約上は単なる習慣の紛争であった。しかし、ペンシルベニア州はあくまでヤンキーの退去を求めたため、1八十四年に、 第3回ペンラマイと戦争が開始、コネチカット州とバーモント州はヤンキー入植者に援軍を派遣した。1788年にペンシルベニア州議会が土地所有を認可するまで不満は続いた。1799年にワイオミング渓谷がペンシルベニア州に属し、ヤンキー入植者が正式な土地の所有権を認められ、ペンシルベニア人となり論争が終了した。 ありがとうございます。